こんにちは友人。12月の休日 Google ドゥードルシリーズは12月1日から祝います。この12月の世界的な休日のために Google はホームページのロゴを変更しました。鳥が会社のロゴをライトで飾るアニメーションドゥードルを使用します。Google は今年も昨年と同様に一連のホリデードゥードルを公開しました。年シリーズハッピーホリデー2019アニメーション Google 落書きロゴをクリックすると12月のグローバルホリデーの検索ページに移動できます。このページで見つけることができます。最も広く知られている12月の休日の一つであるクリスマス休暇からの世界の12月の休日、2020年のクリスマスの他の休日からのアップルお気に入り1、ハヌカ2022、クワンザ2023、ボクシングデー4、大晦日。このアニメーション化された Google ドゥードルは、12月1日に世界中の次のような群で見ることができます。日本のようなアジアの国、アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、ドイツ、フランスなどのヨーロッパ諸国、ペルー、ブラジル、チリ、アルゼンチンなどのラテンアメリカ諸国、南アフリカ、ケニアのようなアフリカ諸国、ニュース、ニュージーランド。この特別な Google ドゥードル12月のホリデーシリーズは、最新のアニメーション Google ドゥードルで定期的に更新されます。このビデオを見てくれてありがとう。このビデオを好きにして私のチャンネルを購読してください。